んにちは、ゆきななです。今日はね、予告通り、モンキーレンチをしていこうかなと思います。基本2色使います。こういうブルーですね、これを基調にしようかなと思ってます。これたくさんあって半額で買ってます。半額で3メートルほど買ってるので、大きなものを作るときに使いたいなと思ってずっと置いてました。ちょっとね、柄が地味なので使いにくかったのもあったんですけれども、多分モンキーレンチだと地味にならないかと思います。でね、合わせる白なんですけども、本当はこういう風にして無地とブルーでやっていこうかなと思ってたんですけれども、やっぱりちょっと無地じゃ寂しいから、こういう木なりで薄い生地を探したらこれだけありました。まあパッと見て合うのはこれやなって、なんとなく生地感が似てるし、模様もこれに合うなって、おしゃれになるなと思ってこれを使おうかなと思います。これでも合うんですけども、これだとちょっと地味になるかなっていう感じですね。でこれもすごく面白い柄で、お家とここに間取り図がついてるちょっと変わった生地で、これでやってもすごくおしゃれになるかと思います。ちょっとまだ迷ってるので、これでもいいんですけども、こっちの方が多分おしゃれになるなって思います。うん、これはちょっとね、いいんですけども、ちょっと軽い感じに仕上がるかと思います。これがしっくりくるので、これとこれで2色でやっていこうかなって思います。モンキーレンチの製図はこれになります。これもモンキーレンチです。ここをね、濃い色にしたらここが浮き上がってくるっていう、これもやってみたいんですけども、今回はこの基本的なこのパターンをやっていこうかなと思います。で、型紙なんですけれども、ここね、中心が7センチの正方形、厚紙で切りました。で、この四方ですけども、三角形、直角三角形で、辺が7センチと7センチのものですね。これがブルーと白4枚ずつ。それでここですね、ここの長方形、これもブルーと白4枚ずつ切ります。
最後までご覧いただきましてありがとうございました。チャンネル登録もどうぞよろしくお願いします。